はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員楠沢亮司でございます。棟梁様、チンクエ2018様、ユーミ様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。メール党員様限定で参院選の決起集会を開催いたしました。池袋某所でですね、なんとですね、1000キロの彼方からいらしてくれた方もいらっしゃいまして、大感謝です。20人ぐらいだったかな。和気あいあいと、まあ決起集会って言っても、私が大演説ぶずんじゃなくて、飲んでたんですけど、5杯ぐらい飲んで、今日は若干二日酔いになってしまいました。楽しかったので、今後も季節ごとぐらいに、メール党員限定で懇親の懇親会を開催しようかと思っております。まあまあ、あれですね、飲む理由にはこと書かないですね。初期払いとか、まあ忘年会、新年会、花見とかですね、まあそういうのはありますからね。収録が迫ってきた政見放送の原稿が出来上がりました。300人も集まっていただいた NHK スクランブルでも、どっこも放送しねえのな、テレビしか見てない人は気がつきにくいでしょうけど、テレビは異常ですって5回言うつもりであります。テレビは異常だ、これをテレビで言われるのはめっちゃ嫌なんじゃないか、あげらげらという感じですけども、参院選、立候補予定者対象のですね、某新聞社のアンケート調査がありまして、まあまあ9条改憲に賛成か反対かみたいな、主に政策面なんですけどもね、核武装賛成か反対かみたいな、影響を受けた書籍っていうのは、項目がありましたんで、平野康太のドリフターズとヘルシング、荒木裕彦のジョジョシリーズと回答して送っておきました。だって実際に影響を受けてるんですから、やむを得ないですね。まあ、カンピシとか君主論とかも好きなんですけども、あんましカッコつけないで書いちゃいました。左翼候補はなんて書くんだろうな、そういえばな、資本論とか書いちゃうのかな、毛沢東語録とか書いちゃうのかな、ド直球の、回答しちゃうんでしょうか。あるいは不破鉄道の書いた偽物の解釈ねじ曲がってる共産主義入門とかね、そういうのは読んでんでしょうか。画像提供ありました。こちらは6月16日、午後6時ぐらい、新宿駅東南口で、凱旋やってた山添拓人、内裏たすき使用による選挙違反を絶対やめないなんだこいつ、選挙違反しないと死んじゃう病気にでもかかってんのかな。たびたび目撃されてますけれどもね、警察も共産党絶対に逮捕しないの、なぜなんだろうな。とりあえず山添は、とりあえず戸籍謄本を公開しろと、3代4代先ぐらいまででいいからさ、ポスト7記事、テレ朝も撤退、民放の20時台ドラマ枠が消滅と。午後8時ですか、まあゴールデンですね。ドラマ一本もなくなっちゃったとそうであります。記事要約、手堅い視聴率を稼ぐドラマ枠だが、消費してくれる49歳以下の層が見てくれず、スポンサー探しに苦労している。まあね、企業もあれですもんね、この広告ぶって、見てくれても、買ってもらえねえよな、49歳以下が見てくれなくて判断したら広告出さないですよね。人気アイドルや学園ドラマは視聴率が取れない。まあ主人公が、まあ、10代とか20代は取れないそうであります。グルメ、笑い、クイズの方が40歳以下の視聴率が良い。したがって企業もスポンサーについてくれると判断し、午後8時台のドラマは全滅したというような記事でありました。ネットの話、ドラマつまんないし、49歳以下ってドラマ以前にテレビ見てんの？録画で広告飛ばして見るのがヤング。まずテレビがない。テレビの話は稀だな。話題の大半はツベかツイッター系。テレビを消して節電しようって家。
NHK 受信料やめないと若い人テレビ買わないぞ。好きな時間に好きな映像を見たいんだよ。つまらん、お笑いとクイズばっかで CM が長い、若者向けの映像を作っても気がついてもらえない。絶望的ですね、もうね。電車によくいるあのスマホで動画見てるヤング、まああのおっさんもたまにいますけど、彼らが見てるのは決してですねテレビ番組ではない。全然老後2000万円問題で高齢者の消費意欲ががっくりと下がってですね、企業がですね、買ってくれない層って判断されてしまったそうであります。星雲とか龍角散など高齢者向け商品は別ですけどね。一回ですね、数年前ですけど、日比谷公園の左翼集会に潜入したことあるんですけども、連れ合いをなくして毎日拝んでいるんでしょうか。体から線香の匂いがする人が多数いらっしゃいました。60歳以上は4376万人いらっしゃるそうであります。そのうちあの529万人がテレビと新聞だけが情報源、記事ではデジタル難民って名前付けられちゃっていましたけれども、まあまああの85以上とか、そういう方だとスマホも容易に使わないんだろうな。パソコンを使えるエリート高齢者は約900万人だそうであります。こちらの層はデジタル難民よりも消費意欲が旺盛で企業の顧客になり得るそうなんですけど、ちょっと待てよ、パソコンが使えるってことはそもそもあのホワイトカラーで、比較的豊か、パソコン買える、持てる、維持できるんですから、まあだからあの余裕があって消費も、大きい可能性もありますけれども、900万人のうち、YouTube を楽しんでいらっしゃる方は 56.6% の509万人だそうであります。60歳以上で爪動画を楽しんでいらっしゃる方は、509万人、まああの1割ぐらい、高齢者全部の60歳以上のあの方の1割強っていうとこですね。まああのこの靴沢の動画が見られている60歳以上の方は 11.6% のエリートということになりますね。60歳以上の 11.6% しかパソコンでは、つべ見てないんですからね。まああのスマホで見てるって方もいらっしゃると思いますけども、デジタル50代が60代に毎年毎年増えてきますんで、今後はねあの60歳以上のデジタルエリート率は増えていくと思われますけども、パソコン使えたらテレビでなくてもいいですもんね。決まった時間に決まったもん見て CM を見せられてるなんて、飛ばせねえのはイライラしますよね。各種サブフックが豊富ですし安いし見切れないほどあるし、結論テレビはお先真っ暗だがしかし改善できないでしょうね。だってあの11年前のフジデモと同じことやってんだもん。 NHK スクランブルもデモも一回も放送しねえんだもんね。干上がる、沼の真ん中でテレビ村の仲間たちときっと死ぬまでゲーロ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 って嘘ついてんだろうな。そういう絵が浮かびます。ほぼ毎日私読んでますパチンコ屋の倒産を応援するブログさん、長えな。今日の記事はですねマスゴミが一斉に騒ぐから円安で良い。以前ですね、私、あの、帝国にとって円安と円高、どっちがいいのか、それは円安って動画上げてますが、考えは変わりません。円安の方がいいの。なぜなら、あの、民主党政権の時に、1ドル78円の、あの、超円高になっちゃって、企業がバタバタと潰れ、経済悪化、不況、倒産企業1万4000社、自民党政権に戻ったら、それがあの8000社ぐらいに減ったっちゅう。物価高がーってあの、騒ぐやついるんですけど、主にマスゴミとか左翼ね。輸入品だけで生活しろって言ってねえだろね。国産買えばいいじゃん。日経新聞、外国産を国際品に切り替える動きが相次ぐと。これはあの、セブンイレブンの弁当もあの、国産米に切り替えた、とかですね。シャトレーゼ。のお菓子のバター国産品に切り替えた。東京商工リサーチもですね、米価再び下落、値上げラッシュが続く中食品の優等生にあの米が注目されている。パンが高い、じゃあ米食えんじゃねえの、いうことで米が注目されているという記事ですね。ネットなんです。この流れを大事にして国産需要を上げて自給率を高めるべき。
メンマの国産化、早う、円安で仕事が増えた、時代は農家だ、急げ。これはなかなか望ましい状況になってきたんじゃないの。野菜や米は国産が嬉しいよな、食料生産者は絶対に守らなければならない。円安は良いことずくめだ。テレビに騙されんな。あははは、試験。そういえばテレビや左翼が悪い円安とかいう謎ワード作ってですね、円安反対してますけれども、連中は祖国が心配なんでしょうね。国産と同じ値段だったらサムスンやファーウェイの製品とかヒュンダイの車なんか見向きもされねえくなるしね。パチブロムさんの言うとですね、マスゴミが反対だから円安が良い、これ真理だと思います。朝日新聞が反対しているから推進した方が良い、共産党が推進するものは反対した方が良い、ユニクロとか円玉がいいって業種ももちろんありますけど、外国で作って日本で売るようなとこね、全然日本人の役には立ってませんので、雇用には、繋がりませんので、帝国にとっては円安一択ですね。つかですね、ウイグルの強制労働で作った綿、綿買ってるユニクロは潰れねえかなって私は思っております。農水省の試算では急に食品の輸入が途絶えてもなんとかね、缶とかなるよって、芋とか食ってみたいな、そういうものでしたけれども、あんましうまそうに見えませんでした。記事にあるようにですね、円安で国産品が売れるようになれば願ったりですね、農業が盛れば地方も復活するんじゃないか。今はですね、土地、農地の価値が下落しとって、みんな輸入品の方が安いって買うもんだから。で、農地、農業が盛んなれば、自然とね、仕事、お金が地方に行くわけですから、盛り返すんじゃないのかな。待てよ。福島瑞穂、社民代表、外選で、決起集会してたかな。国会には社民党が、福島瑞穂がいなければならないとか言ってしまったようです。外国人の外国人のための神奈川新聞記事ですね。ネットの反応です。果たしてそうだろうか。ああ、それはお前が決めることじゃない。それを決めるのは有権者。それってあなたの感想ですよね。有権者はそうは思ってないようだが、みんないなくなればいいと思ってるからこうなってるんだが、誰も言ってくれないから自分で言ってるのが、試験ですけどね。国会には福島瑞穂がいなくてはならないって出たーって自画自賛とべき論ね。やっぱ血には逆らえねえのかなーって、世界中で大人気の K-POP だがとか、誰も褒めてくんねえから一言目で大嘘をついて、自画自賛する韓国メディアそっくりですね。そのうちですね、〇〇を言い出したのは社民党が最初であるとか、集会で〇〇を初めて使ったのは社民党とか、起源を言い出すようになると、本物だな、地には逆らえないな、いう感じですかね。起源、これやったのは宇治が最初みたいなこと、宇宙は韓国から発生したとかも言ってました。ああ、その昔ね、してみっと、宇宙が韓国起源だったら、全部もう韓国起源でいいよもう。お前ら全部の起源で別にいいよ。言ってろ。って感じですね。引き続き、ポスティングボランティア様の募集は締め切らせていただきました。もう日にちがない。21日、22日からポスティング禁止になりますんで、あとメルマガも、発信禁止になりまして、選挙期間中のメルマガ記事は終了したらドドッと送らせていただきますんで、メール党員様も大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。